リーサルエンフォーサーズは1992年10月8日に日本のコナミから稼働されたアーケード用ガンシューティングゲーム。回転式拳銃型のコントローラーを用いてプレイヤーを操作して画面内の敵を倒す。アイテムのサブエポンを取ることで特殊な銃が使用可能となる点や一般市民及び応援の制服警察官を誤射するとナイフを失う点を特徴としている。 また、ガンシューティングゲームとして、初のリロードシステムを導入している。後に続編となる、アーケードゲーム、リーサル・エンフォーサーズ2が稼働された。移植版としては、1993年にメガドライブ、およびメガ CD に移植されたほか、1994年に、スーパーファミコンに移植された。後に本作と続編を同時収録した。 プレイステーション用ソフト、リーサルエンフォーサーズデラックスパックが発売された。オペレーションウルフシリーズや、スティールガンナーシリーズなど、それまでのガンシューティングが、マシンガンでの派手な打ち合いに主眼を置いていたのに対し、本作は、多摩数に限りのある拳銃や道中で登場するサブウェポンを、用い、いかに効率よくリロードを行い、敵に隙をさらさないか、 敵をいかに素早く正確に打ち抜く場面に応じて適切なサブウェポンを取るまたは別の武器に切り替えていくかなど戦略性や緊張感が本作では重視されている。銃型コントローラー回転式拳銃型のコントローラーを用いてプレイヤーを操作する。画面に照準を合わせてトリガーを引くことで弾丸を発射し画面内の敵を倒す。少数ながら 女の敵も存在する。弾丸はデフォルトでは6連発の回転式で画面外を打つことによってリロードできる。アイテムであるサブエポンを取ることで特殊な銃を使えるようになる。使い切りの武器の弾が霊になったり、ダメージを受けると失う。敵弾を受けたり、一般市民及び応援の制服警察官を誤射すると、ライフを失う。ライフを全て失うと、ゲームオーバーとなる。 大きく分けて初期装備の拳銃と道中に落ちているサブウェポンの2種類。サブウェポンは武器によりリロードで何度でも使えるものと弾を撃ち尽くすと失い初期装備に戻るの2種類がある。ただしいずれもダメージを受けると失い初期装備に戻る。ステージは選択制なので順番にプレイする必要はない。また各ステージはクリア後も再プレイが可能なため何回も 同じステージをプレイすることもできる。本作は、米国向けゲームとして、コナミの米国開発チームが制作。ディレクター及びプログラムは、アーケードゲーム、サラマンヘビにて音楽を担当した、畑野義明。音楽は後にアーケードゲーム、バイオレントストームを手掛けた、福井健一郎が担当している。実写を使った作品は日本で受けないとして、日本販売予定は、 当初なかったが、米国のみならず、日本でも、大ヒット史続編も制作された。ゲーム誌、ゲーメスト市場で行われていた、第7回ゲーメスト大賞において年間ヒットゲーム19位を獲得した。また、ゲーメストのムック、ザ・ベストゲーム2において、ナイターのアディト氏は、本作の前に稼働された、ガンシューティングゲームは、射撃対象物がメカニカルなものが多く、 銃弾をばらまくように撃つことで成立していた作品が多数を占めていたのに対し、本作では主人公が警察官で敵の本拠地に乗り込んでいくという設定に関してまさにリアル思考と称賛した。また、本作がリロードシステムを初めて導入したガンシューティングゲームであることを指摘、さらに本作のプラクティスモードが映画のように地下の射撃場をモチーフとしていることから、 実のところこれが目当てで、プレイしている人も、かなり多かったようだと主張した。フリーライターのミスノナオヒコは、中学生の頃に本作に触れた際、本当に人間に向かって発砲しているような、背徳感を味わい一瞬プレイをためらったと、レン、ファミニコゲーマーに寄せた記事の中で振り返っている。本作は、アーケードゲームの業界紙ゲームマシンの1993年下半期の、 売上ランキングのアップライト、コックピット型 TV ゲーム機部門の主要を獲得した。ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは8.68.6の合計28点となっている。ゲーム誌メガドライブファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、22.7点となっている。ゲーム本、メガドライブ大戦では、メガ CD 版は、 色数の関係でザラついた映像になっているが、おおむねアーケード版に沿った内容になっていると、肯定的に評価した。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは7.57.6の合計25点となっている。ゲーム誌、メガドライブファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、20.5点となっている。ゲーム本、メガドライブ大全では、 今作がメガ CD 版と同内容であることを指摘した上でサウンドだけは CDDA から内蔵音源に変更されているがそれ以上は特に何もないと指摘カートリッジでアーケード版を再現しているためメガ CD 版の存在意義に疑義が生じると主張したゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは7.78.6の合計28点となっているゲーム誌 ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており23.0点となっている。本作は1993年のビデオゲーム公聴会にてやりがまに挙げられ一部の玩具店では販売が取りやめられた。またナイトトラップ同様本作のメガドライブ版はセガの自主規制組織であるビデオゲームレーティング協議会で MA-17 指定された最初の作品となった。ありがとうございます。